シノッパラ起きて起きて起きて、よし選ぼうっと。あ、そうだ、姉ちゃん遅刻しちゃう、急ごう急ごう急ごう。かわいい、あ、間違えた、あ、こっちがね、あとピンク買ってきました。シノタンポポで怖い、怖くない。お待たせしました、あむあむ、おいちいおいちい。姉ちゃん学校だよ、早く起きて、遅刻しちゃうよ、ほら起きて。シノッパラ起きて起きて起きて、おいしょ、おはよう、はよう、おはよう、よし、じゃあ着替えよう。おあよし、選ぼうっと。どれがいいかな、これじゃなくて、あ、そうだ、これにしようっと。あ、さゆちゃんそれにしたの、これ。シナはこれ、かわいい。今日は学校がある日なので、私のお気に入りのこのワンピースを着て学校に行きたいと思います。後ろはこんな感じ。そして今日はりーちゃん、はーい、じゃーん、双子コーデにしました。はーい、こんな感じです、こんな感じです。それじゃあ学校行ってきまーす。行ってきまーす。シナもお着替えしました。かわいい、これ気に入ってる。リボンリボン、姉ちゃん遅刻しちゃう、急ごう急ごう急ごう。あ、でも階段は行くよね。レイカちゃんマスクした？今からするところなんだよ。よし、じゃあやろう。ちゃんとね、マスクはちゃんとやらないと。なんも、いってらっしゃい、行ってきます。バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。シロは何して遊ぼうかな。シロは何でこう描こう。じゃじゃん、ここまで描きました。キロとネジコ。ただいま。ただいま。あ、おかえり。今日はピアノの日なのでピアノ練習します。今ピアノでメヌエット練習してます。練習します。よし、オッケー、私も練習します。よし、終わり。シノはドラえもん見てます。今度は学校の宿題やっていきます。かわいい、宿題終わりました。学校の宿題で漢字が多いので今日は漢字の宿題やります。あと2つ。今日のところの宿題終わりました。これからピアノ行ってきます。行ってきます。このバッグはピアノ用バッグです。私のはお母さんからもらったセーラームーンのバッグで、ルナの人形がついてます。行ってきます。行ってきます。バイバイ。今日
カートに、あとここがティアラのマークがついています。私の今日のお洋服は、スイーツの柄のお洋服と、ギンガムチェックのスカートにしました。ポイントはリボンです。今日は学校休みなので、お休みしたいねにしました。ギンガムチェックの上着と、あとこのダメージのついた短パンと、この可愛い T シャツにしました。ここにロゴがついてます。あとここにも、なんかチャックがついてます。後ろはこんな感じになってます。今日は3人で文房具が必要なので、買いに行きたいと思います。今日はお休みなので、アクセサリーつけます。どれにしようかな。じゃあ、イヤリングはこれにします。イヤリングつけました。こんな感じです。じゃあ次はブレスレット選びます。今日はこれにしようかな。これはあれ、お土産っていうか自分で作ったブレスレットです。つけました。こんな感じです。私たちも選びます。じゃあまずは、指輪はこれ。じゃあ私はシュミコグラシ。自分で作ったブレスレット。沖縄からもらったブレスレットにします。ユニコーンのネックレスにします。お出かけ前にちょこっとメイクします。します。じゃあまずはシノにチークと口紅を塗ってあげます。ユニコーンの絵柄です。まずはこっち。こっちね。かわいい。じゃあこっちにも。じゃあ私もこれでしたいと思います。アイシャドウ。こっち。あ、こっちか。で、あとピンク。セーラームーンのリップをやります。メイクできた。じゃあ私もリップ塗ります。じゃあ塗りました。あ、塗れてる。ちょっとだけ。メイク完成です。今から新学期に使う文房具を買いに行きます。持っていくバッグはこれです。白はハテナのカレー。私はポシェットのバッグです。じゃあ行ってきます。今度別の動画で出します。見てね。藤箱も買ったよ。死ぬ、何でしょうか。秘密だよ。今日は学校2日目です。今日はジャージスタイルにしました。着てみたかったのですっごく嬉しいです。で、ここに T シャツにね、この可愛いロゴがついてます。これ気に入りました。あとこことここにもついてます。こんな感じです。私はこの大好きな紫のジャンパースカートにしました。じゃーん。シノの洋服はこれにしました。ひら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 。学校行ってきらせ。じゃあ行ってきらまさん。行ってきらまさん。行ってらっしゃい。行ってきます。わかったわかった。いってらっしゃい。バイバーイ。バイバーイ。じゃあ私お先に行きます。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。シノもお父さんと出かけしいよ。レンちゃん今日何時間？6時間。私も6時間。じゃあなら5時間だ。お父さん一緒にお散歩行くよ。今日はどこに行くの？今日はさ、ちょっと公園行ってみようか、うん、ね、遊びにね、うん、なんかいるかな。もしかして
で、ダンゴムシとかいるんじゃない？いるかな？かわいいから。マシのタンポポで。怖い。怖くない？怖いよ。え？だってタンポポの種だよ、これ。怖くないよ。お父さんが取ってよ。ふーってやってみな、ふーって。ブーじゃなくて、ふーって。スバが飛んでるだろ。シのこれで朝は。どういうこと？それそのヒントじゃないよ。まあいいか。お家ジャンパお勉強しよカメラカメラカメラだカメラカメラカメラ。今日中休み何したの？お絵かきしたりしたんだよ。ただDolphin. 今から塾行きます。さあちゃん行こう。うん。行ってきます。行ってきます。ただいま。ただいま。おかえり。ただいま。おかえり。ただいま。涼しい。間違えた。学校休みの日です。3人で肩出し三つ子コーデにしました。私はボーダー柄のセットアップにしました。ここにひらひらがついててとても可愛いです。後ろはこんな感じになってます。今日のしののお洋服はいろんな色のヒョウ柄のワンピースにしました。肩に肩出しがあります。後ろはこんな感じです。かわいい。私はあんまりピンクのお洋服着ないんですけど、思い切って着てみました。似合ってるかどうかぜひコメントで教えてくださいね。今日は一日3人で勉強したり遊んだりしたいと思います。じゃあ先生行こう。うん。今からみんなで人生ゲームやります。イエーイイエーイイエーイ。最初はグーじゃんけんぽい。2、じゃあ次私。3、1、2、3。しのやります。9、1、2、3、4、5、6、7、8、9。デザイナーになれる。いい、デザイナー。みんなで好きなことやってます。やってます。やってます。ひなバジュル、プリキュアのバジュル。私は女の子の絵を描きます。私は下敷きを作るので下敷きの柄を描いてます。柄はしのぶさんとかないです。あった、コシも。投稿3日目です。今日は私はジーンズ風のオフショルダーのワンピースにしました。ここに可愛いロゴがついてます。で、後ろはこんな感じになってます。今日の私のお洋服は大好きな薄紫のスカートで虹色に光るベルトが気に入ってます。
今日はこの服で学校行きます。行ってきます。ちなみにやだー、ちなは今日の洋服は大人っぽいお洋服にしました。ひらひらでかわいい。ピンクだからリボンもピンクにしました。今日も一日に遊ぼう。ルーティンをやってみました。かわいいよ。